頑張らずにマイナス10キロ痩せたダイエット法をお伝えしてまいります。この動画では1、なぜ頑張らずにマイナス10キロ痩せることができたのか、2、一体何をしたのか、3、具体的にどのようなことに取り組んだ結果頑張らずにマイナス10キロ痩せることができたのか、具体的な方法をお伝えしてまいります。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきまして、どんどんコメントいただけましたらとても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょうね。ではまず1つ目の項目です。なぜ頑張らずにマイナス10キロ痩せることができたのかというそのポイントなんですけれども、これは腸内環境を整えたからなんですね。その理由はあなたもですね、その腸内環境が整ったら自然と痩せ体質になることができるんです。例えば腸の中には善玉菌と悪玉菌といって、要は痩せる菌と太ってしまう菌というのがいるんですよね。でこの腸内環境が整ってさえいれば、自然とその善玉菌と呼ばれる痩せ菌が元気になってくれる。結果痩せ体質になることができて、自然と痩せていくことができるわけなんです。ですから痩せるためのポイントは、まずはですね、腸内環境を整えてあげることが大前提となるんですね。では2つ目の項目に移っていきましょう。一体何をしたんでしょうかということなんですけれども、今回この動画ではいろいろあるんですが、私がテーマとして選んだのはこちら、スーパー大麦と言いまして、別名バーリーマックスという、大麦になるんですね。これがスーパーダイエットフードなんです、イコール腸内環境を整える救世主の食材となるんですね。でこちらはもう私がもう愛する国ですね、もう日本と同じぐらい大好きな国、オーストラリア政府がなんと10年の歳月をかけて開発した遺伝子組み換えではないそのスーパー大麦なんですよ。でこちらはですね、普通のね、一般の大麦ももちろんいいんですよ、体にいいんですけれども、そういったものと比べまして、なんとこのバーリーマックスはですね、食物繊維がもう普通に2倍入っている。倍ですからね、倍食べると思ったらいかがですか、すごいですよね、大変ですから。それがその食物繊維が2倍も取れる、プラスここがポイントなんです、レジスタントスターチと言いまして、その体内に入ると食物繊維の働きをしてくれるこの成分がなんと4倍入っているんですね。もうここがポイントなんです。なぜかと言いますと、その先ほどお伝えしました1番のこの項目で、痩せるためにはもう大前提として腸内環境が整っていればいいんですよとお伝えしましたね。でそのためにはその善玉菌が元気でいることが大事で、この善玉菌がいくらいても、その善玉菌だってですね、私たち人間と一緒でご飯を食べないと元気になれないわけですよね。その時の餌となるものがこのスーパー大麦、このねバーリーマックスが持つこの1番と2番の力となるわけなんです。でこれがとてもすごくてですね、その腸に入る時に順番があるんですけれども、まず腸の入り口でしっかりとですね、その食物繊維の効果が働いてくれる食物繊維の種類が1つあって、3つあるんですけどね、そのうちの2つ目が腸のその中までちゃんと届いてくれるんですよ。で3つ目がなんとなんと腸のですね、もう奥の奥の隅々までこの餌をですね、運んでくれるっていうことの、働きがあるわけですよね。ですからもう本当にあちこちお腹を空かせた子どもたちがいて、もう探せないぐらいいっぱいいるとしてですね、そんな子どもたち一人一人にですね、もう一人として残らず、きちんと愛情のこもった手作りのお食事を運んでくださるような、お母さんであったりですね、ボランティアの方であったり、そういった救世主のような役割がこのバーリーマックスなんですよということなんです。すごいですよね、もうこんなに奥の奥まで届けてくれるってなかなかできないことなんですね。ですから私はいろいろある大麦の中でもこのスーパー大麦と呼ばれるこのバーリーマックスを今回あなたにお伝えしているわけなんですね。
ではここから項目3つ目に入りたいと思います。今お伝えしたそのバーリーマックススーパー大麦をじゃどのように日々の食事に取り込めたら良いのかっていうお話なんですけれども、今回私一押しのレシピをご準備しておりますので、またご一緒にご確認していきましょうね。スーパー大麦といってももちろん普通の大麦ですから、あのまあ種類はですね大麦なので、白米とか玄米にこう混ぜて炊いて召し上がってももちろん OK なんですけれども、私が今回選んだのはこちらでございます。大豆デイズさんの蒸してあるからこのまま食べられる蒸しスーパー大麦をですね見つけたんですよ。これ感動しましたね。なんとこのまま食べれるんです。ですからもちろんこのままねポリポリっと召し上がっていただいてもいいんですけれども、さすがにただの、大麦といえば大麦ですから味がないわけです。そこでじゃあどのようにしてこの蒸したスーパー大麦をこのまま食べられることができるのかということで、こちら今回ご用意したのはスーパー大麦サラダになります。材料です。2人から、2から3人前ですね。でまずこの蒸しスーパー大麦を2分の1袋です。そして水菜が適量でいいと思います。で水菜を選んだのは糖質がやはり少なめのお野菜になります。どうしてもですねお野菜にも糖質が高い低いってあるんですけれども、この特にダイエット成功させたいっていう方はやはり目標体重になるまではこの糖質をなるべくですね減らす必要がどうしても出てくるんですよね。その時にやっぱりお野菜にもどうしても入ってる、だったらその糖質が低いものを選ぶとよりいいですよということで、今回水菜を選んでおります。これもお好みでいいと思います。あとはトマトですね。このトマトもリコピンがいっぱい入ってまして、もうダイエットフードですからおすすめなのでトマト。そして痩せるためにはですね腸内環境を整えるこういった食材プラスお豆腐などの良質のタンパク質がとても大事になってまいります。なのでここで私はお豆腐を使った豆腐サラダということでアレンジしております。豆腐はお好みでも良いと思うんですけども、木綿とか絹豆腐とかですね、そういったお豆腐を一丁ご準備してください。そしてもちろんドレッシングも手作りしてくださいね。市販のドレッシングはもうとにかくお砂糖たっぷり添加物たっぷり太ってしまいます。カロリーオーバーということになりますから、ぜひドレッシングも簡単です。混ぜるだけでできますから、ぜひこの材料にはこのお味が合うかなと思ってご準備しております。ドレッシングはまず痩せるオイルのオリーブオイルを使ってください。できれば有機栽培の JAS マークがついたような良いオリーブオイルを使ってください。それを大さじ2。そして白ワインビネガーといいまして、ビネガー、お酢ですよね、があります。でこの白ワインと書いておりますけども、アルコールは入っておりませんからご安心くださいね。その白ワインビネガーを小さじ2。そして黒酢です。黒酢が小さじ1で、この黒酢を入れることでちょっとコクが出てね、味がこうキュッと引き締まって良いかなと思ったので今回黒酢も入れてます。黒酢がなければ白ワインビネガー小さじ2プラス1なので小さじ3として代用していただいても OK です。そしてお醤油、こちらも有機栽培の大豆で作られたような有機のお醤油使ってくださいね。小さじ1です。でこちらの材料をよく混ぜたドレッシングができましたら、先ほどの材料のサラダにもうかけるだけです。私ですねもう簡単レシピ大好きなんですね。なぜかというと、どんなに体にいいものであっても、もうそもそも作るのが大変だと私はですね続かないんです。もう大変なのでついついその遠のいてしまうレシピってないですか。いいなと分かっていても続かないとダメですよね。ですから私がいつもあなたにお伝えしているこういったレシピは本当に簡単です。もう本当簡単レシピ万歳ですよね。それぐらい一押しのスーパー、この場合は蒸しスーパー大麦ですけどね、蒸しスーパー大麦を使った大麦のサラダをご紹介いたしました。ぜひあなたの日頃の食卓にですね取り入れていただいて、あなたご自身とそして大切な方々の健康とそのダイエットにお役立ていただければとても嬉しいです。ちなみにこちらはですねどこで手に入れたかと言いますと、私はですねカルディさんで見つけておりますが、店舗によっても品揃え違うと思いますし、ネットでも気軽に購入できる商品ですから、
もしお近くのスーパーで先生これ見つかりませんでしたという方はですね、ネットで購入されても良いと思います。さあいかがだったでしょうか。この動画のまとめに入ります。テーマは頑張らずにマイナス10キロ痩せるダイエット方法ということでしたね。でその流れなんですけれども、1つ目、なぜ頑張らずに痩せることができるのかということは、腸内環境を整えることができるからでしたね。その結果痩せ体質になることができて、頑張らなくても自然と痩せることができるんですよっていうお話でした。そして2つ目、何をでは取ればいいのですかっていうことでしたけれども、今回いろいろある中でも、そのスーパー大麦と呼ばれるあのバーリーマックスというオーストラリア政府が開発したその大麦を使ったレシピをご紹介しました。でこのスーパー大麦もいろんなね会社がいろいろ出しているんですけれども、今回私はこちらカルディさんで見つけました、蒸してあるそのまんまも食べられるですね、スーパー大豆、あすいません、スーパー大麦ですねを選びましたので、この蒸しスーパー大麦を使いましたレシピをこの3番どのように取ればいいですかということで、詳しくレシピ集としてお伝えしてまいりました。いかがだったでしょうか。あなたの健康的で綺麗に痩せるようにぜひお役立ていただければとても嬉しいです。それでは最後までご視聴